震災遺構として保存される崩壊した祭り、庭大橋祭、庭大橋は、岩手県一ノ関市内に存在する国道342号の橋、岩江川支流の鬼越沢に架かる。1978年に完成した、全長94メートル、幅9メートルの厚生桁橋。2008年6月14日に発生した岩手、宮城内陸地震で崩壊した。 耐震設計がなされていたため、ありえない崩壊と注目され、施行中の手抜き工事や設計ミスも疑われたが、その後の調査で橋脚の地盤そのものが、約10メートルにわたり地滑り性の移動を起こしたため、崩壊したものと判明した。崩壊した橋は、二代目となる新橋が完成した後も、災害遺構として保存されている。初代の橋から上流約150メートルに、 建設された全長115メートルの橋。新たな取付道路も含め2010年12月18日、共用開始。二代目の建設中には、初代と二代目の中間付近に仮橋が設置され、2008年11月30日から共用が開始された。また、初代の橋が設置される以前に用いられていた、鉄製アーチ橋、祭り庭橋は、 狩橋と二代目の橋の間に2020年現在も、現存している。岩手、宮城内陸地震、国道342号線橋梁被害調査。岩手、宮城内陸地震、祭りには大橋は18日開通国道342号祭、には大橋仮設橋が開通しました。祭りには大橋崩落事故に関するカテゴリー。ありがとうございます。